こんばんは。すごい久しぶりよね。元気ですか？元気元気。ママの顔を見たくて来ました。嬉しい。ここ週1しかやってないから。あ、そうなんでしたっけ。運がいいかも。最近忙しかったですね。じゃあ最近そうね、いろいろやってるから、あのそうね、他のお仕事とかがちょっとバテついてたわね。大変ですか毎日？いや楽しくやってるわよ。ぎこちなくなっちゃう。で今日はママのおすすめのお酒をいただきます。そうね、はい、どうしよう。ママ飲んでくださいね。あ、ありがとう。ちょっと最近私梅酒にハマってて、はい、よかったら梅酒飲まない？お願いします。ソーダとかね、割る？あ、お願いします。はい、こんな感じかな。このぐらいでいいのかな。はい。ちょっとね、あまり働いてないから。はい、どうぞ。ありがとうございます。乾杯。お疲れ様です。美味しい。今日はね、常連さんとか、まあ、いろんなお客さんから相談をたくさんいただいてるので、ちょっとりなちゃんにそれ読んでいただきたいんだけど。はい。筧さんなら好きな子をデートに誘うときなんて言いますか？かわいい。はい、でもやっぱデートしようよとは言わないんじゃないですか。だからまあシンプルにご飯行こうよとか、なんかこう好きな食べ物の話から、なんかじゃあ焼肉が好きとかだったら、どこどこの焼肉一緒に行こうよとか、そういう誘い方をするかな。でも、まずはご飯からですか？何でもいいと思う。なんか共通のものとかがあったら、これ見に行こうよとかでもいいと思うし、なんだろう、遠回しに言われるよりはシンプルにどこどこ行こうよとか言われた方が嬉しいかも。確かに分かりやすいかもって思うかな。ママから誘ったりすることあるんですか？ある。誘われたい。誘われるより誘うことの方が多いんですか？なんか自分が、あ、この人とご飯行きたいって思って、でも誘われなかったら進まないから、誘っちゃえみたいな感じ。可愛い質問ですね。出会い系で知り合った人と付き合うのはありですか？ちょっと悩んでるんだろうな。全然ありだと思います。昔はね、なんかこうまだなんかよくわからないものっていうかなイメージがあったけど、今はもう本当に時代が変わってきて、なんかそれも一つの出会いの場としてすごく素敵だと思うし、むしろこう普通に生活してる中で出会える人、出会えない人とも出会えるきっかけになるから、全然いいと思う。私もちょっとやってみたいなって。本名ですか？美和子ママで。美和子ママ殺到しそうですね。いつでも笑顔でいるには、いつでも笑顔でいるには、最近私思うのが、あ、私ってなんか自分で笑ってると思ってても笑顔少ないタイプなのかもと思って、なんかそれこそ仕事でそのメイキングとか撮られてたりとか、なんかこう自分の姿を撮られる仕事だから、なんかこう自分が思ってる以上に感情が顔に出てないと思って、こう接していて、やっぱりこう笑顔で話しかけてくれる人とかってすごい素敵で、あ、
なんかそれがその常に笑顔の人はなんかこうそれを天性でできているのかと思ってたけど、もしかしたら意識してこう笑顔でいるのかもしれないと思って、もう少しなんかこう私も感情表現をちゃんとしようと思っていたところでした。芯を強くするためにブレないためにやっていることっていうのはあるんですか？ブレないためにどちらかというと頑固になりすぎてしまうって自分では思っているから、そうだな、いろんな人の意見聞いてとか、なんか自分の中でこれはわがままなのか譲れない部分なのかっていうのを結構吟味してこう一個一個向き合っていくと、なんかこうそれがいつの間にか芯になっているのかなって思いつつも、なんか芯を持とうってなんかこう意気込んでやるよりは、なんか一つ一つのその物事をそうやってなんかこうしっかり考えれば自分の芯になるんじゃないかなと思ったり、まだママに答えられる相談じゃないかもしれない。でもすごくわかりますよ。あ、これもね、私も共感します、うん、人と関わるのが嫌になったことありますか？またそうなった時どう乗り越えますか？人と関わるのが嫌になった時、はい、なんかこうジェットコースターのように気分の浮き沈みが激しい時もあったし、多分自分では自覚なかったけど人と関わりたくないっていうか、なんか避けていた時期ももしかしたらあったのかもしれないって今思うと、なんか無理に人と関わろうとしなくても、なんか本当一度自分にとって の一番ベストな過ごし方とかをしてみて、なんかこう関わりたいなって思った時にピョンって行けたらいいんじゃないかなと思うけど、ちょっと相談の意図がちょっと汲み取れなくて申し訳ないです。宮子ママ、以前振られたこのことがまだ好きです、どうすればいいですかっていう相談。どうすればいいですか？でも振られてるんだもんね。まあもちろんどうするかは君が決めることだけど相談されてる。でもなんだろうな、なんかこう割とそういう失恋したりすると、次だよ次みたいな言葉が出がちだけど、なんかなんかその好きになったっていうことを私はすごい大事だと思うから、なんかそんな次だよ次って簡単に次に行ける気持ちじゃないきっと彼は。だからその好きな気持ちを大事にしつつ、まあ他の人の出会いも望んでもいいと思うし、そしたらまた新たな素敵な方に出会えるかもしれないから、そこの希望も捨てずに、なんかこう自分の中でどっちも混在させてていいと思うんですよね。なるほど。こういうことはあったりするんですか？あったあったそれにそれもなんか なんだろう語弊があるかもしれないけど、なんだろうな、一度好きになった人はなんかずっと好きだと思ってる。なんか過去の人なんかよく上書き保存とか言うけど、なんか形は変われど好きは好き、なんか大事に
こう残してあるなっていう感じかな。でももちろん新たな出会いにも、うん、期待してますよ。悩み尽きないですね。ね、みんな悩んでるのね。ママの回答も素敵でした。いやなんか回答になってるのかわからない。まあ、あこんな考え方のやつもいるんだなっていう感じで聞き流してもらえたら、もしね今回のに間に合わなかった方とかも、うん、コメントとかでまた相談してくれたら嬉しいわね。また読み上げないです。ちょっとママキャラに限界が来てる。もう一杯飲んじゃおうかしら。いただきましょうか。